intéressant ça. Et hop les potes, et bienvenue pour cette édition de Dynasty Warriors 9. Et on va continuer l'aventure de Hangdan. Et nous sommes sur la partie numéro 3. Voilà, voilà. J'espère que vous allez tous bien, voilà tout ça, et installez-vous tranquillement. Allez, c'est parti. Allez, on va continuer notre aventure de Dynasty Warriors 9. Et on va vous laisser avec l'introduction du chapitre. Bon, j'ai affaire ici à Tedre Gold en Nova Corps. Je suis encore en additionnel, frère. Mais je vais garder. Voilà, cité du crépuscule. Ah oui, on avait battu Donjon. ショコは、それぞれ帰るべき地へと去っていく。一方、ショウアンへ逃れた東卓は、呂布の裏切りに遭い、あえなく撃たれた。世が混迷を極める中、各地へ散った軍友たちが動き始める。初めに頭角を現したのは、名門、遠家の、遠将と遠術である。 2人は力を競ってしのぎを削り、対立は激化。諸侯もそのどちらかにつき、二大派閥を形成していった。だが、派閥に属す者たちも、胸の内には違った思惑を秘めている。それぞれが己の野望を果たすため、動き出そうとしていた。 Bon. On va débloquer ce zone. Allez, c'est parti. Kanshin Totaku a taureta. Korede Hitomazu Tenka wa shizumaru de aro. Gokuro de atta na, Sonken. Omae no yusen, watashi mo kiki o yonde orozo. Shikashi, Ryofu ga Totaku o uragiru to wa na. Isasaka hyoshi nuke yo. トータクはこの円本書自ら打つつもりであったもの。時に孫権、お前を呼んだのは他でもない。今後のことについて話をしようと思った。トータクが倒れ、連合軍は解散となった。だが、各地へ戻った諸侯に不穏な気配がある。これを捨ておけば、第二、第三のトータクが生まれよう。 帝王を内がしろにし、天下を欲しいままにせんとする輩が。特に炎術などは私に含むところがあるようだ。そこで仮に、いや万が一だ、もしも私と炎術が戦うようなことがあれば、その時はこの炎本書につくのだ。悪いようにはせんと約束しよう。 D'accord. Sonkendo, Ensho wa nanto. Iza toyu toki ni kumise yo to. Yō wa haika ni nare toyu sasoi datta. Nanto? Ensho me, nani o motte sono yōna koto wo? Muron, kore yori no shōran no tame de aro. 東卓の騒ぎで各地の軍友は目を覚ました。天下とは力で手が届くものだと気がついたのだ。ならば東卓を破った我らの部を頼むのはどうりよ。なるほど。でしょ、それです。目立ちすぎるのも考えられない。うん。でもよ、毎回エンションについたりはしねえんだろ。ああ。 誘いは断ってきた。遠家の争いに俺たちが加わる理由も必要もない。それより皆の意見を聞きたい。あの玉璽をどう扱うべきか。あれですな。まったく。
C'est vrai que j'ai pas vu cette quête avec le ça. かつてかの右王が宮廷という聖堂の叶えを作った。それは王権の証としされ、歴代の王朝に引き継がれた。だが宮廷は真の時代に失われた。その後代わりに作られたのがあの玉璽だ。すなわち玉璽を持つ者こそ天命を受けし王、天下を統べる資格を持っているのだ。 じゃあ、それが父様の手にあるっていうことは。父上、危険です。もし父上が玉璽を持っているとより知られれば、役族の烙印を押されかねません。いいじゃねえか、ケン。玉璽を持ってる親父が天命を受けてんだろ。だったら親父が天下を取っちまえばいい話だぜ。兄上、そんな無茶な。 勢いだけで言ってるでしょう、作兄様。<笑>なんだよ二人とも。それに玉璽が他のやつの手に渡る方が危ねえだろ。何をするか分からねえぜ。それは確かに董卓のようなものが現れないとも限りません。今は俺が持っておくのが最善か。危険ではありますが、事前かと。 分かった。みな、玉璽のことは忘れよ。さて、戦は終わったのだ。俺たちも調査に戻るとしよう。帰ったら炎術のもとへ向かう。何でも俺に話があるらしい。さっきの炎章の話の後だ。何やらきな臭いがな。しかし、殿は目立ってるな。それは炎症も炎術も声をかけてくるわけだ。まあ、悪い気はしないよな。自分が使える相手が輝いてるってのは。Mec, il est trop drôle, trop drôle, Antoine. Il parle avec les yeux fermés. Ah ouais, le cheval turbo là. Ah ouais, mais deux ours, c'est mon loup argenté. Alors. Mec, j'ai cheval, on dirait c'est pas un cheval quoi. Enfin, je l'aime dans le bloc. Mata Tana. Ouais, et notre ami. Mais quand on va retourner à son quai. Ah, la nouvelle création était du. Soso yo. Il y a eu l'autre, c'est vrai, Nata. Léo yo. Ce qui serait, wa shino serifu yo. ところで炎章の誘いを断ったそうだな。お、耳が早いな。お前にはどう聞こえた。あ、これ、そうさ、マシ。賢明な判断だ。あの者にお主は女性。ああ、トゥークラーキーで、デコーション。意外だな。お前と炎章は窮地だと聞いていたが。窮地だからこそよ。人の再刊は。 行ではなく断りにて図るもの。わしの身には炎章よりもお主の方が大気に移る。尊権よ、これより天下は戦乱渦巻く時代へと踏み入れる。おそらくは炎術と炎章の衝突が呼び水となろう。さっきああは言ったが炎章はやはり窮地。わしは当面 T'es content, ils vont faire, ils sont en train de faire un film sur Dynasty Warriors. Le jeu ouais, que je joue, ah, c'est intéressant pour une fois. Pour moi, c'est, j'adore la trilogie. D'accord. Vas-y, plus.
に炎術がいるか。しかし迎えもよこさぬとはいかなる了見か。まあ気にすることはあるまい。皆長旅で疲れているだろう。炎術への挨拶は明日にして、今日は休むとしよう。賛成。Ah là, Attention. Bam. Ah oui, d'accord.Je les ai tous balayés. Mais on dirait Donald, ça, je reconnais ça. Ouais, mais tu reconnais aussi le perso là. Dego. Ou Fui surtout. Tu reconnais aussi. Non, moi je connais beaucoup les personnages Disney après. Ah ouais, c'est un Disney. Je suis. Losque de Monaïka. あなたは周遊殿。そうか、尊敬に仕えていたか。レゴ殿、この者は私の父、信頼できる男です。改めてロシケイと申します。今は炎術殿に仕える身です。そして先ほどの賊は炎術殿の指揮です。なんと炎術殿がわしらを、いや殿を狙ったというのか。おそらく狙いは孫権殿の持つ伝国の玉璽、それを奪うため賊を装った兵を差し向けたのです。玉璽だと、どこからか話が漏れたか。玉璽を拾うところ誰かに見られたのかもしれませんな。ことは先ほどの襲撃だけではありません。炎術殿は孫権殿の奥方をさらい質に取っています。なんだと。嘘、母様が。我が主ながら卑劣な策です。感化できずこうしてお伝えに参った次第です。己演術ただでは済まさんぞ。ああ絶対許しておけねえ。Je me bats contre des mains contre la map parce que la map est en train de me faire prendre du temps. 二人とも落ち着くのだ。Allez, je vais faire un peu de temps. Ah, aïe. Loshik, tu as dit. 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 Tu as dit.なあ、こら、お前だけ目立つな。殿、俺も行きますよ。バカ者、敵中に忍び込むのだ。目立ってどうする。友は一人でいい。他の皆は、ここで待っていてくれ。La place publique, tu tues les mobs, mais en même temps, la map est de ta part. まさに、俺にうってつけですな。Attention à ce que tu fais, quoi. Ou à où tu bouges. 俺。必ず
Ce qui est marrant dans Disney Serious, c'est que tu fasses. Ah non, c'est un truc. C'est un... Mais regarde comment tu fais tes coéquipiers. C'est prêt? Allez. ひとまずあの辺りを押さえておくかのう。物ども、かかれ。いつ倒れる？すごい。これより彼の地に進軍する。邪界よ、我が私をたどれ。 わしが相手をしてやろう。光栄に思うがいい。ねえ、王国はまだか。孫権さえ捕らえれば玉璽はわしのものになるのだ。おお、ようやく来た。 ふん。孫権、なぜお前がここに。炎術殿におかれてはご壮健なようで何を。我が妻がこちらで世話になっていると聞いた。一言お礼をと思いまかり越した次第だ。待て、お前は何か誤解している。 誤解とは。主演。そう、主演だ。我が妻が主演を開こうと言い出してな。お前の妻を招いただけなのだ。それは結構。ならばすぐに帰ってくると思ってよろしいか。うん、もちろんだ。 後でそちらに送り届けよう。そう言われて俺がおとなしく引き下がると思うか。演術よ。玉璽が欲しければくれてやる。代わりに妻を返せ。傷一つつけてみろ。涙の粒一つ流させてみろ。容赦はせん。 死の果てまで追ってでもお前を斬る。<笑>武を頼みにすごむか。それではこの乱世をしのぎきれぬと知っておろう。高等のトライ、ここは一つ取引と行こうぞ。わしは近く紀州の異母系本性、炎章と紫雲を決するつもりだ。その時 そなたはやつではなく、このわしに組みせよ。わしが炎章に勝利した暁にはそなたの立身も栄達も望むままにしてやろう。故に今は匙に高齢せず、わしと組むのだ。玉璽もよこせ、味方もしろ。さらには妻をさらっておいて匙と言い放つ。演じるぞ。 何様のつもりだ。その何様かになろうというのだ。わしはそなたとて孫家の安泰は望むところであろう。ならば今誰と組むべきかはよく考えるべきよ。くだらん駆け引きだ。だがそのくだらなさの中に現実もある。今はお前の言葉を入れておこう。 ただし、次はない。俺の家族に手を出したらただでは済まさん。血をまさぐることの恐ろしさを知ってもらう。良いな、炎術殿。俺はお前に組みするが、それだけは忘れるな。うん、
分かった。奥方はすぐにそちらへ返すよう手配しよう。そなたへは追って沙汰するゆえ、しばし待つのだ。命令通り、炎術に玉璽を渡してきた。孫賢殿、これでよろしかったのか。ああ、玉璽などいらん。妻が無事に戻ってくるなら喜んでくれてやろう。いやいや、全く殿らしい。しかし炎術は玉璽をどう使うつもりか、いささか気にはなりますよ。でも母様が無事で本当に良かった。ちょっとその petit bonhomme noir est là。疲れて眠っています。母上は気丈ですが、やはり気を張られていたかと。しかし、炎術を脅して譲歩させるとは、どちらが質を取っていたのか分かりませんな。やっぱ親父はすげえぜ。何倍も兵力がある炎術を黙らせちまうんだからよ。いや、まんまとやられたさ。玉璽も取られ、炎将との戦いにも巻き込まれた。炎術、さすがに狡猾な男だ。致し方ないかと。どのみち天下の騒乱と無縁ではいられますまい。炎術は上陽を攻めろと言ってきたのでしたな。いよいよ炎将との戦端を開く腹か。上陽か。炎将と同盟を結ぶ劉表の勢力下ですね。まずは背後を抑えようということでしょう。父上、ここは私たちにお任せください。父上にばかり苦労はさせられません。お、いいじゃねえか、ケン。当然俺も行くぜ。いいだろう、無事。私も行くわ。孫家のみんなのためだもの。サク、ケン、ショウコ。よし、わかった。ならば行くか、上陽へ。では、俺はそろそろ行きます。孫家の武運を祈っています。よろしく、世話になった。改めて礼を言う。よかったら、俺と共に来ないか。もったいないお言葉です。ですが、炎術は今回の俺の行動を許さないでしょう。一度姿を隠そうと思います。いつかまたお会いできたなら、その時は。ああ、わかった。その時を楽しみにしているぞ。いつか共に靴輪を並べよう、ロシク。ええ、周遊殿もお元気で。ロシクか、いいやつねえか。気に入ったぜ。ああ、ああいう男と共にかけたいものだ。本当？うん？よし、もう一回。ではいく。これより我々は上陽を攻略する。ベネ。はい。ちょっと待って、ちょっと。オッケー。ああ。でもよ、本当に良かったのか、親父。炎術なんかに手を貸しまってよ。サク、お前も言っていただろう。炎術は俺たちに。
数倍の兵を持っている。上陽を攻めなければ俺たちが炎術に攻められる。今は従う他にないということですね。ああ。だが炎術と炎章がぶつかれば動く気はある。今はその時を逃さぬようにするのだ。いつか父様は言ってたわね、新たな時代を築くって。俺がそんなことを言ったか。おいおい親父、それはねえぜ。まあ聞け。俺が望むのは皆の安寧だ。国や天下といったものにこだわるつもりはない。孫家は、いや、俺はあくまで官室の神。C'est Concerman。だが己の身は己で守らねばならん。今高等五の地がどうなっているか知っているか。五は殿の故郷でしたな。今はだいぶ荒れ果てていると聞きますが。あの地には炎術や炎章のような大勢力がない。だから諸侯の小競り合いが続き、賊がはびこる。仮に俺がその騒乱を平定したとて、官室に背くことにはならんだろう。高等に割拠する諸侯を制し、五の地を平定する。そして力を蓄え、炎術炎章に並ぶ地盤を築く。すなわち孫。悪くない響きか。いや、殿はさすがだな。ああ、やっぱ親父はすげえぜ。だがそれにはまずこの戦に勝たなければな。俺たちの未来は俺たちの手で切り開くのだ。おい。王式虎たちよ。なんか流氷を打ち倒し、上陽。ああ、c'est juste. C'est drôle. C'est drôle, Dynasty Warriors, en fait.Ah, il a mangé les trois gosses. Petit. On crache les gosses. Ouais, c'est. Ce boss en fait. Dans notre ami, le jeu qui s'appelle. Dans notre ami, petit jeu qui s'appelle. L'étrange de. Hello, it's the game. Donc dedans il y a trois persos qui s'appellent Amstrad. Bah là c'est une machine qui est appelée Astragram. Bon, elle les a pas mangés pour de vrai, mais on va dire que là actuellement ils sont dans son ventre et elle a gagné les compétences. C'est ça.Voilà. Ah, ah, je vais aussi aller sur le terrain. J'aime pas beaucoup quand ils les mangent parce qu'après, ils ont des temps qui sont relous. Ah, à ce moment-là, il y a un ennemi. Instagram, vous allez bien? Je vous déteste quand même. Je vais aller sur le Allez,
地はこの管理法がとどうぞ。戦ぶり。
くやった。素晴らしい働きだ。酵素が民を集めているようです。おそらく民兵として劉氷のもとへ送るものかと。ここは彼らを味方につけましょう。援軍と偽り城陽の門を開けてもらうのです。助けてください。さすがお見事な敵場と人望です。民兵たちは城陽へ向かわせましょう。Le roi lion. Son King が攻めてきただと。誰でもいい。あの獰猛な虎を止めよう。兵器部隊配置につけ。孫権どもをこの城陽に近づけるな。Ouh, fou là là.
を捕らえよう。ここで果てよう。あ、いいです。おい、冗談だろ、親父。親父。嘘。いやよ、父様。医者は。早く医者を。殿はもう亡くなられている。ああ、殿、殿、なんでだよ。 なんだってこんなことに。孫権殿。父様、目を開けて。ダメよ、私たちを置いていかないで。お願いよ父様。さて、これからどうしたものかの。孫権殿なくして我らもなし。孫家の将兵は炎術の軍に兵動されるか。それは嫌だな。俺は殿だから戦ってきたんだ。炎術の下につくくらいなら俺は抜けるわ。気持ちはわかる。だが孫作殿と孫権殿、そして姫様を置いてか。それはお主の道はお主が決めよう。だがまずは殿の墓前に挨拶を済ませていけ。親父。作兄様。兄上、私たちはこれからどうすれば。孫作、君が立たねば孫権殿の夢もついえるぞ。ああ、分かってる、分かってるさ。落ち込んでる暇はねえぜ。剣、諸侯、親父が残してくれた夢、俺たちが受け継ぐんだ。兄上は強いですね。おう、剣、俺を誰だと思ってんだ。作兄様、泣いてるの。そんなわけあるかよ。ショーゴマ、俺を誰だと思ってんだ。俺は高等の虎、孫権の息子だぜ。作兄様。兄上、行くぜ、剣、将校、シュウ。親父の夢、高等の孫悟、俺たちの手で築くんだ。殿、見てますか。モリュご子息らは、皆ご立派に。泣くな、見苦しい。行くぞ、郊外。じゃあ、ton PP est fini pas encore. Ton PP? Non, ça c'est de mort. Non, mais il est d'accord. Quoi? Mais vous faire foutre. Son Ken Don. Tora no Ishi.確かに受け継がれましたぞ。
Ok, on peut pas fuir. Oh, bénique. Je suis face à des trash mobs comme ça, des trash mobs. Et ils sont en train de me triple shot. Ça fait trop mal, monsieur, arrêtez. Pitié, monsieur, arrêtez, pitié. Je suis un noble partisan du communiste parti. Alors configuration, par contre, on modifie ça tout de suite. On met aimant ici. Non. Enjutsu to no hanashi wa tsuita. Sonsaku. Kono saki wa dou ugokou to kimi no jiyū da. Oh, arigato yo, Chū. Minna, junbi wa ii ka? Kore kara koutou go no chū heiten suru. Ore tachi sonke no jiban wo tsukuru nda. Ken, Shoko, Chū, Teifu, Kōgai, Kanto. Minna no chikara wo ore ni kashite kure. この戦は速さが命。反撃の隙を与えず、神速を持って敵陣を制圧する。時をかければ、兵端でも戦力でも不利となる。戦力を集中し、一息に勝負を決めるのだ。それと、今日はみんなに紹介したい奴らがいる。入ってくれ。この二人は周隊と旅も腕が立つんで俺の家に来てもらったよ。周傭兵だ。両使命と申す。以後お見知りおきよ。陣入りか。俺より目立つなよ。それは良いが、そちらのお二方は殿の奥方の大将様、それに周遊殿の奥方の小卿様ではありませんか。はい、あの、よろしくお願いします。みんな一緒に頑張ろうね。なんと孫作殿、お二人を連れて行かれるおつもりか。
それは私も何度も聞いたのだが、本当にいいのか、孫作。まあ、二人ともついてきたいって言うしな。それに、お前だってわかるだろ、シュグ。じっと待ってるのが辛いってことは。絶対ご迷惑はかけません。一生懸命頑張ります。私たちだって結構戦うんだよ。致し方なしか。おー、小売だけはなさらぬよう。さあ、行くぜ、みんな。孫家の名前、天下に轟かせてやろうぜ。みんな、行くぜ。竜葉を通して、ここを平定するんだ。Now. What? Just like. Et c'est parti. やる。やはりこの優勝取りで落としに来たか。この長英様が返り討ちにしてくれよ。この優勝を抜かれるわけにはいかん。兵器の用意を。長英様、兵器はありません。竜葉様が局外へ逃げるときに持って行ってる。なんて、それは仕方あるまい。兵器などいらん。最初からなかったのだ。これより彼の地に進軍する。世界よ、我が和田地をたどれ。何とよ。安心だな。おお、なんて
とも勇ましき。なんだてめえら、俺たちの土地から出て行きやがれ。おりゃ、うん、なるほど、こいつらが総裁の軍か。なら倒して竜王への手土産にしてやるぜ。止まれ、ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。忘れられないようにしてやろう。おお、そうだ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。伸ばしてやる。おりゃ、おりゃ、なんて強さだ。野郎ども、一旦引き上げるぞ。一安心だな。Mec, mes ours sont vénères, frère.安心だな。もう、なんとも勇ましき戦ぶり。Il y a un moment du monde. De récupérer des items alors que le jeu. Avec deux compétences spéciales, mais le jeu n'a pas bien réfléchi où mettre les compétences. De appuyer son carré. たる矜持を示さん。
機、私の策にて孫策軍を退けん。もはやここまでか。我らは孫策殿の軍門に来るだろう。愚本、孫策軍に加わりこれを補佐せよ。それが高騰の安寧への早道であろう。承知しました。では猶予がいる極和へと軍を進め。勝った。これで一安心だな。おお、関東やるではないか。Est-ce que j'aurais ou je vais devoir être Pumba? Pumba. C'est la mafouche. Kanto, on est chez vous là. Shin no Sangoku Mesoya. C'est le roi du monde. Ouais, t'as Simba quoi. T'as Simba quoi. Ouais. On m'a obligé à le prendre, autrement j'aurais pas pris. Ah bah merde. Ah! Maintenant que cette épreuve de réflexe sauvegarde tout le temps. Chaque fois que je sauvegarde, allez, c'est parti. Alors, on va défoncer cette porte.
ここで防御の陣を敷く。すぐに準備しろ。Paf. Aïe. Un pas mal. Là, ça c'est vaincu. Hop. Ma gueule, c'est pas fait en cours. Et qui diable de con. Sister, huh?
孫作殿の名は天下にとどろくでしょうな。よかったよかった。殿が思い描いた夢が孫作殿の手で泣くでないカント。若造たちに侮られるぞ。いいではないかテーフ。皆で力を合わせ勝ち取った戦果なのだ。 みんなの夢が叶って良かったね。ああそうだ、これは俺たちみんなの夢だ。みんな本当によくやってくれた。孫作、太子侍を連れてきた。もはや悔いはない。敗将として生き恥をさらす気もな。さあ孫作殿、 この首を打たれよ。太子侍、死んだって面白くなんかねえぜ。そんなにどうでもいい命ならよ、お前の命俺に預けてみねえか。なんと。俺はこの孫をもっとでかくしてんだ。みんなが安心して暮らせるくらい、でかく強く。そうじゃねえとこの地に立った意味がねえ。 そのためにはお前の力が必要なんだ。孫作殿、俺にも同じ夢を見させてくれるのか。ああ決まりだな。太子侍、今日からお前は俺たちの仲間だ。<笑>作兄様相変わらず勢いますね。ええ。 ですが、孫作の勢いと熱さは素晴らしい。それは敵した者の心にも火を灯します。太子侍がそうであるようにこれからもきっと。姫様、孫作は必ずや天下に夕日します。彼の孫悟の快進撃はこれからです。おりゃ。 Allez, je vais couper là.